じゃあトランペッターの野と申します。本日話そうかなと思うことはですね、まずこれをやったら確実にこれをやると音質向上とバテが少なくなるっていうことをお話します。で、今日お話しすること、まあいろんな動画で僕はこういう話をしているんですけれども、いろんな僕が今まで一緒に練習したプロのね、お友達仲間たちの吹き方だったりとか、そういうのを僕は結構一緒に練習しようぜっていうとか時に結構いろいろ双方を見てるんで、あの実は僕はチラチラあこの人こういう風にやってるなとかっていうね、みんな素晴らしいんですけどね。で、割とプロがちゃんとできていること、そして一般の方、まあ吹奏楽とかビッグバンド経験者、楽器経験者で、音が鳴りにくいとかしんどいっていう方の、まあ、7、8割は鳴っている状態、これによって音が出ないという、そういうお話。じゃあ何によってっていうお話ですね。これはめちゃくちゃシンプルです。もう最初にもうまず答えを言っておくと、力を抜くということです。で、力を抜くってもうイカみたいな、タコみたいなふにゃふにゃってなる、それは力が抜けてるのであって、本来力を抜くっていうのは、あらゆる場面、パフォーマンスをする場面、わからないですけど、まあゴルフだったりとか、でバスケットのシューティングであったりとか、物を投げる時とか、そういう場面で楽器でも確実にこの力を抜くことをコントロールするという、ことを、しないと、すっごく力の入った吹き方になるという、奏法になってしまうと。なので、まず力を抜くためにはどうするかというと、力が加わらなくてもなるということをまず理解してほしいのと、体感してもらいたいということが、一つ、あります。じゃ力を抜いて、楽器が震えるのかという疑問が浮かんでくると思います。でそれってどういうことかというと、その力を抜いて音が鳴るのかということに関しては、例えばこういうものをこう触った時に、こうやった時になんか、まあ、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、なんか今力を抜いてこうやった時になんかこうブルブルブルって手がなんかこうなんかダダ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 震えるんですね。こう言ったらこういう風な感じのをこうやって力を抜くとダルルルってなるんですね。前もお話ししたんですけど、バンディーロ、タンバリンですね。タンバリンって分かりやすく言うとタンバリンのロールのような感じ。あれって力が抜けてないとできないことなんです。で、先日の動画、フラッタータンギング、力が抜けてないとできない。で、これを、双方面でもしっかりと役立てるということです。で、先日ですね、すごく僕のよくしてくれる大先輩よね、田中満さんっていうね、ヤマハのアーティストされてる方、生き物係とか、ドリカムとかスキマスイッチとか、やられてる先輩とね、一緒にちょっと練習しましょうみたいな感じで一緒に遊んでもらったんですけど、まあ僕は楽器はバック使ってて、満さんはヤマハ使っていて、で、まあ、やっぱりそのセッティングもマウスピースの大きさも2人ともやっぱ違うんですね。で、違うんだけれども、お互い共通するというか、まあ共通するというとね、おこがましい、後輩の僕からするとおこがましいんですけれども、その高い音でビーンっていっているんだけれども、そのほんまに顔が赤くなったりとか、
なんかこうコントロールの範疇に及ばないというか、こう暴走してるようなハイトーンではないんですね。わかりますかね。これっておそらく力を抜いて鳴らしていると。力は加わっているんだけれども、極力力が加わらないような練習、力を抜くことをコントロールするという練習です。大丈夫ですか。なんかもう国語の話というかなんかになってくるんですけど、なんか車の運転の免許のなんか問題みたいな話になってくるんですけど、そう、先日もね、生徒さんと話してたんですけれども、その国語的な話になるんですけど、力がを抜いて力を抜くことをコントロールする練習が必要だということなんです。わかります？なんでかというと、普通に力を抜いて吹こうとしてても意識をして力を抜こうとしないと力が入ってしまうんです。わかります？楽器でやってみると、力が抜けてます、よっしゃ、じゃあ力抜いてくださいね、わかりました、じゃあ力抜きます、力抜きます、力抜きます、じゃあ力抜きます、せーのっていう、力入ってもうてまうっていう。わかりますかね。なんで、何が必要かっていう、まず、頭の中ですね、頭の中で力が入ってしまうんだということを気づく必要があるね。もうそもそも力が入ってまう、めっちゃ関西弁、力が入ってまうんです、もう勝手に、もう勝手にです、慣れてないと。で、それを自分で理解しないといけないんです。まあ余談になるんですけど、なんか僕高校の時の先生で、なんか結構やんちゃなやつが多いから、なんか先生イラつかないんですか、結構なんか言って、なんかこう言ってきたりするじゃないですかみたいな。で、2人でなんかその卒業した後に2人でその飲んだ時に、高校生でなんか飲んだ時に、いやもうそれはまあコントロールやなみたいな話なんですよね。で、だから悪いことを高校生がするから怒らなくちゃあかんやけど、もうマジに主体的にお前何やってんねんって殴ったりとかしたらそれはダメと。なので自分の中で、あ、怒ってしまいそうだけど、でもこれって先生だから、まあ怒ってるふりをしようと。どうせ人間って怒るものなんだから、殴ったらあかんし、でも生徒らも生徒らで別になんか多分若気の至りやしっていう、ちょっと自分を俯瞰的に見るというようなお話をされてたんですね。ちょっと話ずれたけど、でもそういうことなんです。力が入ってしまうんです、怒ってまうんですよね、人間って。なんだけどちょっとそれを止めて、楽器を持った時に吹くっていう感情、もう鳴らなくてもいいやっていう感情で吹く。